住宅のアナリスト、もげさわこともげチェック塩澤です。本日のテーマはこちら、見えたぞ上田総裁の作戦、今後の利上げの進め方と変動金利の備え、これについてお伝えしたいなと思います。で、今回のですね、日銀の決定会合、こちらについて言えばこの動画で詳しく解説しております。で、今回の動画はですね、何かと言いますと、この決定会合の内容を踏まえて、さらにですね、もう一個思考を深めてですね、上田総裁が一体何を考えているのか、そして今後どういった利上げのロードマップを考えているかというところをまとめたのがこちらの動画となりまして、今日のアジェンダはこの3つですね。上田総裁の考える日本経済復活のシナリオ、そして金利引き上げの時期と水準、そして最後にですね、茂木さんの見立てとアドバイス、こちらをですね、お伝えできればなと思っております。ではトピックの1つ目、上田総裁の考える日本経済復活のシナリオです。気になるやり取りが上田総裁の記者会見の時にありまして、こちらですね、記者から今の円安進行は無視できる範囲なのか、それについて上田総裁ははいというふうに答えたというところで、この会話を受けてですね、円安の容認ではないかと、でそれにちょっと違和感を感じた人っていうのも結構多くいらっしゃったんじゃないかなと思います。加えて上田総裁ですけども、このようにこう発言しておりまして、円安によってですね、2024年のインフレ率に影響が出て、2025年の春闘での賃金上昇に跳ねると影響が長期化したり、第2の力や基調的物価に影響することになりますという、こういったですね、円安が第二の力などに波及するという趣旨もですね、発言しております。で、この第一の力、第二の力っていうのは以前もお伝えしてるんですけども、このようにこうなっておりまして、第一の力っていうのがコストプッシュ型ですね、海外の資源高がそのままですね、日本にやってきて日本の物価も上がるという、単にそれだけの話なんですけども、第二の力っていうのはこの需要権威型ですね、賃金上昇を起点とした物価上昇というところで、こちらをですね、日銀は非常にこう気にしていると。で、この第二の力が観測されれば追加利上げを行いますという、そういったスタンスなんですけれども、円安がですね、この第二の力、こちらに作用するかもしれないという、そういった趣旨の発言でございました。ですので、これらのその上田総裁と記者さんのやり取りを踏まえてですね、私自身のどう考えたかというところをお伝えすると、まず今の2024年ですね、まだまだその景気回復というところは弱いという状況で、ただそこからこう回復させないといけないと。なので、先ほど申し上げた上田総裁によるですね、円安の容認というところですね、その極端な円安はダメなんだと思うんですけども、これぐらいであれば別にそこまで大きく問題する必要ないんじゃないかという、そういったスタンスと、あと低金利というところですね、これらのセットから経済をですね、こう引き上げていくと。そのためにですね、そこで今起きていることっていうのは、その第二の力ですね、このパワーっていうのが今年の春闘をですね、皆さんもよくお気づきかなと思うんですけども、本当に賃金が上がってきて、それがこう物価に波及しようとしていると。なので、この2024年のこの経済が弱い状況からですね、2025年もしくは2026年ですね、こういったその景気のいい状況に向かうっていうところの、そのベクトルといいますか、方向性っていうのは徐々に日本としてはですね、そちらに向かいつつあるんじゃないかなと。つまりそれっていうのはですね、景気が回復していて、景気が回復してるっていうことはですね、円安っていうところが多少はちょっと是正されていて、円高方向に触れると。で、加えてですね、低金利っていうところもですね、今ほど低いってわけじゃなくて、ほどほどの中立金利帯にあるという、そういった状況ですね。この景気の弱いっていう状況から回復っていうところにこう向かうパスっていうところ、ここをですね、より角度を高めるために、こちらですね、3本の矢っていうところをですね、うまく活用しようとしてるんじゃないかなというふうに読み取ることができるかなと思います。で、これ何かというと、先ほど申し上げた円安のパワーですね、これをより景気回復に使っていこうという話です。その円安とその効果っていうところですけども、まず1つ目がコストプッシュですね。これをもう一回起こさせてですね、それを第二の力に結びつけるっていうところ、これは一つあるんじゃないかなと思います。で、皆さんもね、覚えていらっしゃると思いますけれども、今回のその賃金上昇の起点って何だったかというと、コストプッシュ型インフレですよね。これが日本全土をわーっと覆ったので、これだと今のままだとまずいと、賃金しっかり上げようっていうところで、企業側にですね、そのムードが高まったと。なので、その外的要因っていうところで言いますと、コストプッシュ型のインフレっていうのは、第二の力をですね、さらに強める働きがあり得るっていうことなんですよ。なので、極端な円安じゃないですけども、ある程度の円安っていうところをですね、キープすることによって、もう一回そのコストプッシュをおかわりしようとしてるんじゃないかなというふうに考えています。これが一つ目の話です。で、二つ目なんですけども、やっぱりこう輸出企業、これがですね、利益が増えるんじゃないかっていうところですね。円安なんですけども、昔ほどはですね、やっぱりその日本で物を作って海外で売るっていう形ではないので、円安のいいインパクトっていうのは薄れつつあるんですけども、ただこちらですね、黒田前総裁がですね、5月2日にニューヨークで発言した内容なんですけれども、円安が輸出企業の利益に著しいインパクトを及ぼすだろうと、こういうふうな発言をしております。これは多分おそらくそうだと思うんですよ。やっぱりその海外の利益っていうところを日本円に換算するときに、やっぱり円安効果っていうのが出てきますので、やっぱりその円安っていうところは輸出企業の底上げにはですね、十分寄与するんじゃないかなと思いますと。で、そうなると日本企業っていうのが儲かるっていう形になりますので、今の円安っていうのが徐々にですね、緩やかに是正されていくっていう形になるんだろうなと思っております。で、そして最後3つ目ですね、これ何かと言いますと、国内の投資、これがですね、加速化するんじゃないかなというふうに考えています。これ何を言ってるかというと、こちらですね、最近ね、ニュースで皆さんご存知かなと思うんですけれども、いろんな外資企業が
日本にこうどんどん投資しようというふうにその動きがですね活発化しております。例えばデータセンター作るとか半導体の工場を作るとか、まあ、こういったもので兆円単位の投資というのが今わーっとこう日本に降りかかってるという、まあ、そういった状況なんですよね。これっていうのは何かというとやっぱり円安っていうところがあると思うんですよ。やっぱりこう日本っていうところのその土地なり、まあ、労働力なり投資っていうところがドルもしくはユーロに換算したときに安く感じられると。なのでやっぱりお得な日本に投資しようという、まあ、そういった動きだと思うんですよね。でこちらはですね経済安保の動きですと。要は何かっていうと中国っていうところが今まではですねグローバル経済の中にしっかりがっつりと世界の工場として組み込まれていたものがですねやっぱり今のその米中の政治的な、まあ、対立によってですねこれがちょっと中国が切り離されつつあるとデカップリング状態になってるんですね。となると西側諸国内でその経済を回そうという動きがやっぱり今徐々にこう強まってるという形になりますのでそうなるとですね中国の穴埋めとしてやっぱり日本っていうのが脚光を浴びやすいのかなと。なのでそういった経済安保の動きもあってですねこの円安っていうところをさらにこう後押しする動きとして活用しようとしていると。なので、まあ、先ほど申し上げたですねこちらですね3本の矢っていうところで今のその経済の弱い状態を回復させるというところ、まあ、こういったことも、まあ、念頭にあるので、まあ、日銀としてはですね円安っていうところに対してあまりこう目くじらを立ててですねああだこうだ言うっていうこともないんだろうなというふうに私自身は見立てております。住宅ローンをどの銀行にしようか迷っているあなた、住宅ローン一括比較はモゲチェック。全国のネット銀行メガバンク地銀からお得なローンを選べます。詳しくは概要欄をチェック。でトピックの2つ目、金利引き上げの時期と水準です。で先ほど申し上げた通り、まあ、景気の弱い状態から回復させるとなるとですねやっぱりその金利も徐々に引き上がっていくかなと思いますと。でそうした時にどれぐらいのペースでもう金利が上がっていくのかというところのまず私個人の見立てというところはこちらとなっておりまして、まあ、最速7月の利上げかなと、まあ、遅くとも10月までには 0.25% の追加利上げっていうのをやるんだろうなと思っております。それ以降のその利上げの判定のサイクルっていうのはその春闘の賃金上昇そして半年後のサービス価格の上昇これがですね両方ともですね徐々に上がりつつあるかというところを確認しながら、まあ、年2回ですね利上げっていうところをするかどうかは判定するんだろうなと思っております。でそうした時にじゃあ年2回ですね、まあ、利上げするかどうかという判定しつつで最終的にどれぐらいまで、まあ、金利がですね上がるのかというところなんですけれどもそれについてはですね植田総裁はこのように述べておりまして見通し期間の後半これ何を言ってるかと言います。日銀って、まあ、3年間ぐらいの物価見通しっていうのを立てるんですよね。なので一番遠いのが2026年ですとこれの後半になるとでかつ日銀の物価見通し通りにですね日本の物価水準も安定していくと政策金利これも中立金利近辺にあるというふうに、まあ、彼は述べております。でこの中立金利って何かと言いますと景気を熱しもせず冷ましもしないという、まあ、そういった水準なんですね。基本的に金利を上げるというのは景気に対してブレーキをかけるという、まあ、そういった行為ですよ。一方金利を下げるというのは景気を熱するという、まあ、後押しするというところなのでいい感じにですね日本経済回復すれば熱しもせずに冷ましもしないような金利にしますよっていう、まあ、そういったことをですね植田総裁は発言しております。でこの中立金利なんですけども非常にこう当てるのが難しくてですねいろんなその、まあ、エコノミストの方が、まあ、いろいろおっしゃってますけれども結構皆さんバラバラですと。でそのバラバラなところをですね一応私の方でこの表にまとめております。でまず23年12月に日銀が実施した多角的レビューですね。ここで言われている中立金利っていうのは 1% から 2.5% の間だろうというふうに言われています。24年2月に IMF の専務理事が、発言した内容としては日本の中立金利は 1% から 2% の間にあるというふうに言っています。あともう一つブルンバーグが調査したアナリストの平均値こちらがですね中央値で 1.13% というふうに、なっております。でここから言えること何かなんですけども2%の物価目標を達成するにはですねおそらく 2% もの金利っていうのはいらないだろうというところが、まあ、共通的なコンセンサスというところなんですよね。なので、まあ、1% から 2% ぐらいの間なんじゃないかというふうに、まあ、皆さんお考えのようです。でこのあたりですね以前シェンさんにですねいろいろちょっと取材させていただきましたので気になる方はこちらのご覧いただければなと思っております。ですので、まあ、これらを踏まえるとじゃあ私自身の、まあ、利上げのロードマップというところですねどういうふうに見立ててるかというとこちらですね、まあ、今2024年5月、まあ、実質ゼロ金利ですけれども、まあ、26年にかけて 1% ぐらいにはやっぱり上がっていくんじゃないかなと思いますと。で上がった後はですね景気サイクルに従うのかなと。おそらく景気がちょっと落ちてきたりっていうことが、まあ、予想されますのでそうなるとまた下がるっていう、まあ、こういったですね波になっていくのかなと思います。ただ一方で日本経済が想定以上に強いというふうになるとですねこちらの赤い線ですね、まあ、リスクシナリオって書いてますけれども 2% ぐらいまでこうグッと上がる可能性もあるかなと思っております。ですのでコンサバに見てですね金利っていうのが、まあ、それぐらいまで上がる可能性もゼロではないっていうところはですねご認識いただくといいのかなと思います。ですので以上の話をまとめますとこちらですね利上げっていうところですけれどもそれがどれぐらい利上げできるかっていうところは日本の経済それがどれぐらいまあ強いかっていうところそれ次第ですと。ですので、まあ、仮にアメリカの経済が想定以上に早く崩れるとか日本の経済がそこまで強くならないってなると、まあ、利上げできる期間っていうのも短くなりますんでそこまでこう金利も上がらないという可能性も考えられますと。であともう一つですね中立金利が到達した後っていうところは基本的には景気サイクルに従うと基本的に良くなったらその次はですね谷になると悪くなるって形、まあ、それが予想されますのでまた下がるっていう、まあ、こういう風になっていくんじゃないかなと考えています。
ではトピックの3つ目、茂木さんの見立てとアドバイスです。先ほど私がまあお伝えした通りですね、今後金利っていうのは緩やかに上がっていくんだろうなと思っておりますと、ただ金利の上昇というのは前提として賃金が上がってるからっていうところ、ここはもうあるんですよね、前提条件として。ですのでこちらにある通りですね、金利と賃金っていうところはこう正比例にあると。なので金利ばっかり上がるとなると、皆さんこう、どうしよう、支出が増えちゃうっていう思うかもしれませんけども、入りの方ですね、賃金も上がっているっていう風に、そういった状況と考えられますので、なのでそこまでですね大きく、もちろん備えるっていうのは大事ですけども、めちゃめちゃ不安視する必要あるかっていうと、そこまででもないんじゃないかなっていうのが私自身の率直な見立てです。でかつ金利がですね今後緩やかに上がるとしてもですね、変動と固定がひっくり返る角度っていうのはそこまで高くないんじゃないかなと思います。で実際こちらの動画でですね以前解説したんですけども、変動と固定がひっくり返るにはですね、今の金利水準 1.5% ぐらいであれば6回の利上げ、これが必要なんですよね。なのでこの立て続けにパンパンパンと6回利上げされるかっていうと、まだまだちょっとそこは不確定要素が強いなというふうに考えてますので、金利ですね、変動と固定がひっくり返るかっていうと、その角度っていうのは高くはないんじゃないかなと思ってます。あともう一つですね、こちらも非常に大切な考えですけども、万が一 2% 程度の金利上昇が一時的にあったとしても耐えられるような、そういった家計づくりっていうのが非常に大切かなと思っていますので、こちらはですねしっかりとご認識いただくといいかなと思います。で実際ですね、どれぐらいの支出増になるかっていうところはですね、こちらの動画で以前解説したんですけども、大体ですねこちらの表はですね、元本3000万円で 0.4% で借りた場合にですね、7年目に金利がどれぐらい上がると毎月返済額がどれぐらい増えるかというところ、これを試算したものなんですけども、2% 上がるとなると、2万円前後増えるというふうになりますので、なのでちょっとこれぐらいの出費っていうのが万が一の場合はですねあるかもしれないというところ、こちらはですねご認識いただくといいかなと思います。で以上ですね、皆様へのアドバイスっていうところでお伝えしました。で実際私自身が取っている戦略も同じようなことでございまして、こちらに念のためまとめております。まず今ですね、私自身は住宅ローンは年収倍率5倍で借り入れしております。なので金利が上がったとしても余裕を持てるような、そういった状況で借り入れしていると。きらぼし銀行さんの変動金利を借りているというところで、今後もですね変動金利で返済する予定です。毎月積み立て投資をしてですね、これを長期運用していますと。今足元ねちょっと株価が下がってると思うんですよ。でなんかこうニーサ解約とかそういった動きが出てるらしいですけども、でそんなこと私はもう全然気にしてなくてですね、むしろ足元の株価下落はありがたいなと、同じ金額でもたくさんの株を買うことができますので、全然その下落こそチャンスだというふうに考えています。気楽に気長にですねのんびり構えるという、これがですねやっぱり株式投資の非常に大切な心構えかなと考えています。であと金利がね先ほど申し上げた 1% とか、万が一ですけど 2% とか上がるかもしれないというふうにお伝えしてますけれども、その 2% になったとしても、繰り上げ返済しないと、やっぱり住宅ローンで借り続けるメリットが非常に大きいので、繰り上げ返済せずにですねもう約定返済を続けようかなと思ってますし、あと、金利が上がったとしてもですね、これは多分一時的だろうと。基本的に金利の動きってこの景気サイクルとやっぱり連動しますので、いい時は高いけれども景気が悪くなればですね金利も低くなると。なので基本的にトータルで見れば変動金利の方が有利というふうに考えてますので、変動金利での返済を続ける予定です。本日ですね、今回のその上田総裁のその円安容認というところからですね、こういったその日本経済回復の道のりっていうのを考えてるんじゃないかなというところをお伝えしました。こういったですね日銀の動きですとか、あと変動どこでどっちがいいんだろうみたいな、そういったところはですねこの本にもしっかりと詳しく入っております。ですのでぜひですね気になる方は概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご覧いただくといいかなと思います。あとキャンペーンですね、こちら抽選で20名の方に、この書籍とあとアクリルスタンドですね、私のアクリルスタンドを、プレゼントするという、キャンペーンをやっておりますので、気になる方はですねこのリンクですね、ご覧いただくといいかなと思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですねコメントにいただけると嬉しいです。ぜひモグチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。